どうも、チーズです。今回は、もはや通説と化している、バンドマンはモテるのか否か、ということについて、個人的な見解を持って話していこうと思います。では、早速、行ってみましょう。バンドマンはモテるのか？それは、太古より議論され続けてきた議題であり、今日に至るまで、様々な論文や体系化を果たしてきた音楽界の最重要事項である。不健全を体現したかのような我らバンドマンに、淑女や乙女がある種の盗作めいた甘美なロマンスを感じてしまう背離的な現象について、多角的な視点で見ていこうと思う。ということで本編です。まずはじめに、バンドマンはモテます。多分モテます。っていうのもいろんな理由があって、今回ね、3つ理由を考えてきたんですけど、1つ目が自信で、二つ目が音楽的なことで、三つ目がライブハウスで起こることごとっていうことのね、三つに分けて話していこうと思います。最初はね、自信なんですよ。なんで男がモテるかっていうと、やっぱりこう自信があるからモテ、いやもう自信がある男ってなんかモテるじゃないですか。これもね、なんかちょっとしたロジックがあって、そう、バンドマンになると自信がね、出る時期と自信が出ない時期があるんですよ。ということは、モテる時期とモテない時期があるということで、なんでそういう風になるかっていうのを、これ僕の個人的な見解なんですけど、ギターとかドラムとかベースなんでもいいんですけど、そういうね、楽器始めた時ってすごいわけわかんない自信が出てくるんですよ。本当勉強してない、テスト前の妙な自信だったり、男の子だったら初めてね、この整髪料をつけて行ったね、学校だったり、女の子だったら初めてメイクした時だったり、なんかね、得も知れぬ自信が湧いてくるじゃないですか。そういう自信が、こう、なんかこうね、そういう、なんかようわからん自信が、そいつを輝かせるんですよ。で、これね、ずーっとこう一定で行くわけではなくて、なんだろうね、本当にね、最初ね、始めた頃、ここがね、ピークで、すっごい自信あるんですよ。で、そっから、ライブハウスとかに出て、周りと自分を比較して、俺って本当は大したことないんじゃないかっていう現実がね、見え始めたこの谷ら辺で、モテない気が来るんですよ。そう。ここはもう本当に、自分より上手い人を見て、で、自分をなんかこう、卑下してみたいなね、本当もう自信も何もかんも折れてしまった状態みたいな感じの時期、ここモテません。で、また次にモテてくるのが、頑張っていくんですよね。そういうの反省して練習して、もっと上手くなりてえなって練習した先に、またちょっと上手くなるのよ。また上手くなって自信が出てくるんですよ。で、その自信が、さらなるモテを生む。そう。だから、バンドマンっていうのは、モテる時期、モテない時期、モテる時期、で、また自信を失ってモテない時期で、世間的にも認められて、モテる時期、みたいな感じで、交互にね、来るんですよね。とりあえず、自信という観点に関しては。はい。ということで、次はね、音楽的な、ロジックで考えていきたいんですけど、人間のこの音楽的なこのなんか心理の影響の与え方の話なんですけど、なんかね、音楽って、人間って音が大きければ大きいほど感動してしまうっていうあれがあるらしいんですよね。限度はありますよ。鼓膜破れるほど大きい音はもう感動するとかそういうのじゃないですから。で、そう。で、ライブハウスでね、音がでかいと感動するじゃないですか。で、まあ歌とかギターでもいいんですけど、感動してる中に、なんかそういういい言葉とか、かっこいい音楽とか、こう、浴びせられることによって、キュンって落ちちゃうんですよね。恋に。そう。だから、なんか、やっぱライブハウスがね、一番いいと思うんですよ。そう、次に紹介するのも、ライブハウスでの、あれこれなんですけど、そう、だから、落としたい女の子とかがいるなら多分ライブハウスが一番いいと思ってて、まあ、さっき言ったように大きい音で感動させて、で、いい感じのかっこいい詩とかギターリフを聴かせて、で、ライブハウスってね、まあ、LED、最近はちょっと LED とかなってるかもしれないんですけど、結構ね、照明熱くてね、発汗とか起きるんですよね。普通に汗かくんですよ。
で、そのアースの中に、入ってるこの、テストロゲン的な、ごめん、全然詳しくないんですけど、まあそういう、なんかやっぱ汗かくやつ、モテるらしいですよ。っていうのもね、こう、全部ね、今まで言ったこと全部合わさることによって、普段の自分よりも何十倍もよく見えてるっていう可能性があって、で、バンドマンがモテる理由って本当にそれだと思うんですよね。はい。バンドマンが、モテるって多分そのバンドを見に来たことがない人からはあんまモテないと思うんですよ。事実。バンドマンが何にモテてるかっていうのは、お客さんにね、モテてるっていうのが大半だと思ってて。だから今まで話してきたようなこのロジックが成り立ってくるんじゃないかなと個人的には思ってます。これ本当に個人的な雑談なので、あんまり怒らないでください。はい。ということでね、僕がバンドマンがモテるのはこういった理由からだと思います。で、本当になんか、やっぱりね、こう言ったんですけど、自信のつけ方のこういうあれもですけど、やっぱ経験値がね、上がれば上がるほど、どんどん上手くなればなるほど、モテ率っていうのは上がっていくので、夢あるじゃないですか。だから、モテるために始める人も多いと思うんですけど、めちゃくちゃ、だから、最初、初志貫徹を目指して、モテるためにね、どん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 楽器の練習とか、ライブパフォーマンスの練習とか、一緒に皆さん頑張っていきましょう。これからもこういう感じで、どこにもありにもならないような雑談をやっていこうと思うので、よろしければ、またよろしくお願いします。ありがとうございました。チーズでした。